ございます。起きるの早いね。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。おはようございます。そう、めっちゃ眠い今。寝るの遅かったの。本当にやばい。はい。そう。眠くて吐きそう。寝起きってそうじゃない、なんかそうなの、この辺がやだ。もうなんかさ、昨日さ、あ、そうじゃん、昨日さ、そう、あのライブやってんけどさ、で帰ってきたのもね、そもそも遅かったのよ。来たの遅かったのよ。で、そっからあの作業をやんなきゃいけない作業があって、でそれがさ、それとやっぱあれか、チームフォーの今日の公演の練習してたらさ、終わんなくて。そう、結局さ、寝たのさ4時過ぎててさ、でもさ、それで言ったら4時間以上寝てるじゃん。でもさ、そう、ショールームのさ、イベントのさ期間に比べたらさ、睡眠時間取れてるのよ、4時間って。でもさ、4時間だから眠いの。きっと3時間やったらね、こんな眠くないのよ、おにしは。この間もそうやった、ショールームイベント
4時間ってめちゃめちゃ眠いんや、やっぱり発覚した。ダメだ4時間って、もう一生4時間睡眠したくないって思った。眠いそう眠いのよ。そうでね、あれ発表されたね、あの次のチームの声ちょっとどれかけてもいい？音ちっちゃくして、前髪だけやから一瞬で終わります。いきますよ、せーの。そう、逆上がり声、今からのレッスンなんだ、逆上がり公演。そう、頑張ってるんだよ。よし、そう、でも美味しい。逆上がり公園あんまり聞いたことなくて、そう、曲とかもね聞いたことないやつちょっと多かったりするのに、2000日忘れてるのかなって、全然忘れてないよ。あ、今日2000日やって配信の前ちらっと思ったね。やったやばい、こんなんじゃ。ありがとう、みんないつも見てくれ。なんかタワーとか立ってるやん。いいのに、いいよ、いい、いい、いいよ、どうせ毎日やるんだからそんなん、いいよ、いいよ、ありがとう、気持ちが嬉しいから大丈夫だよ、ありがとう。2000日って何年かかったなんて、5年半ぐらいで2000日かな多分。5年半ちょいかな、わかんないけど。うん、ね、ただ今年の11月までやってたとしたら、それが6年、6周年の7年目になるからそう、だから今ありがとう、めっちゃあるじゃん、お祝いのやつ。ありがとう、優しいね。そう、今日さ結局夜できるかどうかわからなくてさ、そうだからもう朝やろうと思ったけど、もうさ起きれへんくてさ、ほんでそう7時、なんか昨日もそれこそ寝ぼけてさ、そうほんまは9時に出たいけどさ、
なんかわけわからへん時間にアラームセットしてさ、そうで変な時間に一回起きて、あまだ寝れるやんと思って、そうあと30分寝れるやんと思ってベッドでゴロンってしたら、もう起きれない。結局ショールームギリギリの時間だった。そう、配信でもいっぱい映ってたよって。本当に見た、あれどうやったかな、昨日見てくださった人方いらっしゃいますか。そう、昨日はコンサートではないくて、なんかライブイベントって感じだったんですけど、そう、あの MC の企画がすごい盛りだくさんで、そうなんか特技を披露っていうコーナーがあったんですけど、そうそうなんですよ。こんにちは。フラフープをしながら50音萌え台詞をやりました。一番バラエティーっぽかったって、ほんまにこれ絶対なんかしらけそうと思ったけど、なんか案外皆さんおーってなってくれてたからよかったと思って。そう、そう、お得意のフラフープでさ、フラフープは永遠にできるから、楽しかった。エイトメンはほとんど出てたねって。そうね、昨日でだって、そう、あのチームメイト、そう8周年のお誕生日だったので、そうエイトメンバーはマリアとかもね、最後には駆けつけてくれたし、あの舞台のね千秋楽終わった後だったのに、どうも9年目の女になりました。大西もどうも、そう8周年9年目の女になりました。楽しかった、うん、そうピアリーナ去年のね、あのツアーファイナルで行った場所がピアリーナで、そう会場がすごい広くて8000人入れるのかな、そう、今日1曲目にさ、新曲披露でさ、真ん中からこう出ていく感じだったのよ、昨日が。その上下の袖とかじゃなくて、真ん中からそうみんなそう出ていくって感じだったのね、新曲の、あー披露の前に。で真ん中やったから見切れラインっていうのがあって、そこから
まあ、真ん中じゃなくてもあんねんけどさ、見切れラインっていうのがあって、こっからここまで出たら客席の人に見えちゃうからそこには出ないでねっていうラインがあんねんけどさ、でそっからだと全然あの客席の方が見えへんかったからさ、そうどんぐらいのたくさんの方、これたくさんの方来てくれてんのかなとか、大丈夫かなって思ってたけど、こうやって出てった瞬間めちゃめちゃペンライト綺麗で、そうあれはやっぱいろんなチームがいたからさ、いろんな色の、ね、ペンライトがあって、それがすっごい綺麗だったの、ステージから見て。あ、2000日おめでとうって、イエーイ2000日やったー、ありがとうありがとうありがとうって言いながら、もう落ちてないといけない、もうやばい、ダッシュだ。よし。ダメだ、この時間がもったいないよね。よし。よし、ちょっと頑張ってくるわ、じゃあ。レッスンやって、チーム系の。で、夜は、チーム4の、大千秋楽ですからね。よし。じゃあ、頑張ってきます。ランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、イマットマーク、パタフライさん、ありがとうございます。イエイ。そして、2位が、KITT、アットマーク、毎日配信、2000日おめでとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして、3位が、緑のイルカさん、ありがとうございます。イエイ。そして、4位が、コーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位が、ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位が、コバアットマーク、大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位が、ゆうがアットマークゆうなもも尊いさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がえにゅアットマークももかやの愛さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がかっきアットマークおにしぐんアットマーク2000日いつもありがとうさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がエイトマンアットマークあずさ、間違えた、11位エイトマンアットマークあずまけいじさん、ありがとうございます。イエイ。ごめんね、間違えちゃった。そして12位が午後のリプトンアットマーク逆上がり楽しみすぎるマンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がパニーニさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてこれ歌は誰だろう。やっぱ一つもねないのよ、大西の、あー大西のとこには一つも書いてない。これはどうなってるんだろう。ネタはいっぱい来てる、ありがとう。1位から6位までの方かなって、ありがとう、そんなに。じゃあちょっと1位から6位までの方ちょっと読んでいきたいと思います。いきますよ。ゆまアットマークバタフライさん、ゆまさん、ゆまさん、ゆまさん、2000日タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。そして KITT アットマーク毎日配信2000日おめでとうさん、 KITT さん、 KITT さん、 KITT さん、2000日タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。そして、緑のイルカさん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 、2000日タワーありがとうございます。ありがとう。
イエイ、ありがとうございます。イエイ。そして、コーヒレンさん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 、タワーありがとうございます。間違えた2000日タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ。そして、コバアットマーク大西さん、コバさん、コバさん、コバさん、2000日タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。よし、6位までの方読めた、ありがとう。ちょっとこんな2000日配信や言うてんのに、こんな本当に普段と全く一切全くもって変わってないちょっと配信で申し訳ないです。はい、ちょっと夜もね、ちょっとできるかどうか分かんない感じだったので、ちょっと朝にさせていただいたって言ってですけど、ちょっと今日も一日一生懸命レッスンから始まるんですけど、頑張っていきたいと思います。じゃあちょっと行ってくるわ行ってきます。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。みんなちょっとスクショしといて。これツイッターかどっかにあげて。ちょっともしかしたら誰かのいただきに行くかもしれない。早いけって、わかったよし、じゃあ行ってくるわ。じゃあね、バイバイ、行ってきます。桃色ってやったっけ、おにし、やった、やってないやった、オッケー、じゃあ行ってくる、バイバイありがとうございました。またねー。